21は上司に合わせて注文しろ。なめこ上司がいるのか。19はなめこを書いて、なめこを書いて、なめこ、なめこを書いて。そんな顔隠されたら書けないから。てか誰この子。誰よ。なめこ書ける?ちょ、顔。顔をこっちへ。はい、ボール。そっち?え、そっち?そっちを書くんじゃないんだよ。なめこを書くんだよ。その本を取りなよ。ってことで、ちょっとこれ、あれ?ボールで何もできないのか。こっち?あら?どういう状態なんだ、これは一体。はぁ、あ。投げれない。ん?これは、でも取れるもの別に何も。あー、カブトムシ。カブトムシをゲット。で、本も取り上げて、こっちを向いておくれ。そこにカブトムシ。あれ?カブトムシ、できない。できないぞ。こっちの子にカブトムシ。あ、飛んでった。あ、いなくなった。これいなくなったところで、刺繍を渡す。お、こっち向いてくれた。なるほど、そういう。え、うまいね。20は、亀を助けろ、2。歩きスマホはよろしくないよ。何これ、板。あ、板でここを隠す。あ、なるほどね。そういうことね。待って、これ、カビだらけなんだけど。ちょ、やめてやめて。カビが大量に。この大量のカビは一体どうすれば、この子たちに、つけれない。あれか、通り道のだけ取らんといかんってことかな。じゃないとね、埋まってしまってちょっと、よろしくない。はい、まずここ取る。あれ、入手しちゃった?あれ?もう一個あるの?これどこで使うんだ?ここか。え、こっち?はい。はい。この子が通るところをきっちり、ここか?はい。よし、通っていくがいいさ。通っていくがいいさ。え、でもここにさ、板が、ないから、そこ落ちるんじゃないの?ですよね。あ、向こうのを回収してきとかんといかんってことか。そういうことか。オッケーオッケー。あれなんやね。2回活用できるわけやね。じゃ、この子が渡っていってすぐにシャッて取って、はい、取って、で、次こっちね。はい。ほっ。ほっ。で、ちょっと先にこっちにやっといて、あ、ここにいた。で、ここかけて、はい!危ない!めっちゃ危ない!ちょっと歩きスマホをやめて自分でちゃんと見てよ。で、他になんかゲットできるものは、あ、やべえ、取った。危ない危ない。もうあとはない。これは普通に、普通にいじめを止めるのか?まあ、さっきも、ね、ここまで来たら、普通に酔ったもんね。じゃ、このスマホを取り上げて、なるほど。最初からスマホ取り上げとけばよかったんじゃない?そういうことじゃない?いや、勇気ある青年なわけだね。21は、上司に合わせて注文しろ。なめこ上司がいるのか。ポテト。うんうん。ポテトだよ、ポテト。ポテトだよ、わかってる?上司に合わせて注文しろ。あ、なるほど、じゃがいも。じゃがいも、しょっぱい?多い。熱い。とりあえず、じゃがいもは絶対やろう。多いね、多いね。じゃがいも多い。しょっぱいかな、やっぱ塩やけん。これで、あ、なんか別のもの、別のものだ、それ。待って、熱い、多い、しょっぱい。でもこれやったら、
じゃがいも、あ、え、え、じゃがいも要素いらないの？じゃがいも要素いらないんすか？なんでや。まあ、でもとりあえずこれで注文できるでしょう。はい。伝わる。おー、いいね。でもそんだけのサイズ感頼むんやったら多分ね、あのテーブルに1個だけ頼んで一緒に食べるんじゃないかと思うけどね。2人が大盛りなのね。22は黄金なめこを探せ。3。あ、黄金なめこと被り物しとるんや。なるほどね。これはどう探せばいいんやろ。なんかどん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 減っていきようんやけど。黄金なめこ、え、でもさ、なんか同じ子たちめっちゃおるんやけど。ほっ、ええー、わからないんだけど、全部一緒じゃね。え、全部一緒でしょ。レンダ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 、おらん。レンダ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 、おらんやん、おらんやん。全くおらんやん。これ本当にいます？え、おらんねやねん、これ。待って。いないよ。絶対いないよ、これ。あー、時間が。え、いない。え、いないよ。え、全くいないんだけど。え、いない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 。え、黄金なめこいないから。これ黄金なめこいないから。めっちゃタップしよるけど、おらんけん。これ一人一人ちゃんと押せてない。おっとー、なに、あ、歯がない、歯がないのが黄金なめこってこと？なんか今一瞬ちょっと分かったかもしれない。待って、この子だ。あ、違う、あ、違うやん。腕組んでる子。あ、これじゃない。え、どれ、何気に目も、ん？違うのか？わからない。そんなに口が開いてない。なるほど。23はみかんを落とせ。みかんも食べるのか。え？何これ？かわいいのかかわいくないのかもよくわからないよ。え？生きてるのこの子。お、落ちるぞ。こういう感じのみかんなのね。どうなるんだこれで。お、落ちないのかこの子は。ツン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 。は、あ、あれ？この子に渡すんかな。で、いけ。これみかん。これなのね。合ってんのね。思ったよりでかかったし。24は黄金なめこを生やせ。生やすのか今度は。え、なんか生えてきたよ、もうすでに。じょうろ、え、じょうろ、何、待って、何かやったら虎になるっぽいこれ。危ない危ない。とりあえず水をあげます。え、普通になっちゃった。普通になっちゃった、違う。あ、抜いた。とりあえず、あれでしょ？これ、あれ？これはどこにあるの？この辺のものはどうやってゲットしたらいいの？あ、こっち側か。なるほど。なんやこれ。なんかよくわからんけど。よ、なんこれ、栄養ドリンク？え、待って、どれも違くない？どれや？え、どれも違くない？ちょっと。え？待って、どれ？え？これ、この金色に輝くやつなくない？どこですか、それ。え、またさらにこっちがあったりとかせんよね。え、どこなの？何なの？ないんですけど。え、ないんですけど。もうこれ以上ないんですけど。え、なんだ？え、この黄金に輝くものが欲しいんだけど、どこなの？ないよ、ないよ、ないよ。とりあえずこれをかけます。そして、そして、こっちをかけると、え？かけると、何？どうなったの？どうもなってなくない？なんかツヤツヤしだしたけど、ツヤツヤしだしたけど、どうなの？これは？
虎になった。もう一個の方、もう一個の方かな。じゃあはい、栄養ドリンク、そしてこっちからの水。違うやん、やっぱりないってことやん。待って、どこにあるの。めっちゃゴミ箱を揺らしてみてもないよ。どういうことだ。違うんだよ。わからん。ヒントを見ます。はいはい、ヒント、その1、生えたてのナメコはジョウロで水を与えると成長するよ。わかるんだよ、それはわかってるんだよ。もう1個のヒントを見ます。はいはい、ヒント、その2、ピンク色の薬を使ってから成長させてみよう。ピンク色の薬を使ってから成長、あ、ピンクでいいってこと、順番が違うってこと、そういうことですか。じゃあとりあえずピンク使うよ。ピンク使ってからの栄養ドリンク、ピンク使います。栄養ドリンク使いますからのじょうろ、え、虎なんですけど、え、虎なんですけど、待って、え、ピンク使うんだよね。え、ピンクだけってこと。ピンク使います、そしてじょうろ。あ、なんか変わった。誰誰君、え、あ、なんか出てきた。え出てきたよ。じゃ、これを使って次成長すって、よろしくない。でもピンクのだけ使った状態やとね、だいぶ変化が。で、これゲットしました。でもこの辺のはね、結局一緒になるけん、どういうことや。どういうことや。飲む？飲まないの？くぅ。じゃ、これにこれを合わせる。はい。くっ。わからん。で、最後のヒント、これ見てわからんかったらもうダメってことやん。見ます。はい。はい、ヒントその3。青色の薬と緑色の薬を使ってから成長させてみよう。青色の薬と緑色の薬。え、使わんかった私。え、どういうこと？使わんかったっけ？え、使ったんかった？ちょっと待って。じゃ、とりあえずまあ全部ゲットしといて。え？あ、そっか、青と緑。あ、なるほどね。これあげて、はい、成長させる。引っこ抜いたらこれが出てくる。青色の薬と、え、栄養いらんの？だってほら、ね、ここで必要なの。じゃ、ここでできるってことか、この黄色のやつが。これで成長させるとなんかできた。あ、これでこの薬が。そんなん分かるわけないや、レシピに書いてないもん。で、これでやっとこれとこれで黄金なめこ。分からんわ。分からんわ。なんやろ、今までのなめこシリーズをやってきとったら分かるとか、そういうことかな。25話、虎から逃げろ。もうどう見ても右が虎なんやけど。ですよね。虎から逃げますよ。え、待って、あれ、左が虎でしょ？なるほど、そういう感じ。はい。これ猫みたいなやつも、大丈夫なん、これは。え、これは？こっち？おー、なんだなんだ？え、わかんねー。あ、びっくりしたびっくりー。ひたすら逃げていく。こっち側にもなんかあるやん。え、あ、びっくりした、虎かと思った一瞬。大変よくできました、やったね。永遠に続くかと思った。26話、紙を手に入れろ。あ、そういう紙ね。え、これ何、トイレ開けっぱなしでシュールってこと。やば、使用、うう、カビだらけ。え、おじいちゃん大丈夫？
おじいちゃんだ、大丈夫かな。ごめんね、扉開けちゃって。用具して紙ないんですけど、とりあえずおじいちゃん、あの待って、はい、水入手した。はい、なんか虎になったけど、これは大丈夫なのかい。あ、これでカビをきれいにしてしまえばね、カビをきれいに落としてしまえば、誰、なんでこんなとこに泉の精現れる。やった、金の髪ゲットした。お、え、君も来るの。ここの掃除はもういいんかな。この人なんか必要。え、必要なのこれ。え、何、開かない、開かないトイレットペーパー、なぜ、どうしてだ。どうしてなんだ。あ、いります、ダメなのか、バシャ、ここには何も。あー、待って、なんか精霊ね、連れてかれたけど。なんか泉のせい連れてかれたけど、あれでいいの。かわいそう、犠牲になった。とりあえずこれで紙ゲットだね。親切にしてくれただけなのに。27は深海ナメコを釣り上げろ。なんだ深海ナメコって、いろんなナメコがいるな。なんかゲットできるものあるかな。お、なんかリンゴ出てきた。リンゴが好きなのナメコ。この辺なんかね、肥料的なものも。魚。おにぎり。めっちゃいろんなもん。え、出てきすぎじゃね。え、待って、何で釣れるの、これでいいの。どや、深海ナメコ。え、なんかペンギン。ペンギン来たー。好物があるってことか、深海ナメコの。じゃ、それを試すしかないのか。じゃ、魚もういらんやんね。はい。深海ナメコは何が好きなんですかね。これどうかな、どうすか。ほらほらほら、おいで。お、これは深海ナメコじゃない。あー、噛み切られた、マジで。もしかしてあそこでタッチせんといかんとか、そういう感じ違うかな。とりあえず、まあなんかいろんなもの出しといて、あ、もう何も出ないのか。じゃあとりあえずこれで一回行って、私がタップするわ、ちゃんと来い。はあ、来たー、関係ない。ってことはやっぱり使うものが違うってことかな。え、でも何やったところでさ、結局糸はさね、弱いまんまじゃない。はい、ここでリンゴを投下します。え、これ、え、なんか、あ、これ深海なめこ。あ、なるほどね。2つつけんといかんってこと。え、どういうこと。え、ちょ、待って、なんか深海なめこ、これ欲しがっとんやけど。え、これと、これを、これあの、これを。深海のめこ、ちょっとこれ欲しがってるんですけど、これ。これ。はい、あげるって。ちょ、どうや、なんだ?どうやればいいんだ?え?ちょ、待って、とりあえず、いろいろ出します。ちょ、この、糸につけずに、無理か。他のものはおにぎり。おにぎりとか絶対こんな状態にしたらパラ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 ってほど、あ、本当にほどける。やばい。ダメやん。え、でも、なんか下まで行くのはリンゴやけど、でも深海ナメコが欲しがっとるのは、あのなんか青い薬なんよね。なんだ、どうすればいいんだ、これ。肉は肉。いけ、肉。これは誰が食べる?あ、そいつが食べそう。ですよねー。ですよねー。
ここで組み合わせれないのね。組み合わせれないのね。おにぎり食べてみたりとかしない？ちょっと。ほらほら。くっ。できないよ、何も。これ以上何もないよね。これが欲しいって言えるっぽいんやけど、ここでちょっと撃退撃退できない。待って、ヒントください。はい。はい、ナメコがたくさん食べ物を持ってるの知ってる。知ってるよ。その食べ物をどう使っていくんだ。どうやったら下まで行った上で、あの薬を渡せるんだ。はい、もう一回ヒント。はい。釣り針に何をつけようかな。まあ、そうでしょうね。え、まあ、そうでしょうね。いや、わかんないから。その2までは大体思いつくよね。普通にわかるよね。ちょ、三つ目のヒント。ヒントめっちゃ使いまくるわ。穴に肉を落としてみよう。肉なら落とせるの？他のもの落とせなかったのに。くっ。落とすのも全てのものを試せばよかったのか。肉を落とします、じゃあ。落とせんやん。こう落とせた。これで、これをやればいいってこと？さ、さっきの肉はどうなった？食べてる？あ、肉食べてる。食べてる。はい、これで5万円つかね。おー、来た、深海なめこ。やっとやん。お、最終話脱出せよ、2。シンプルやね。脱出せよ。この辺別に何もないね。え、このスイッチとかは別に何もないの？こっち側。鍵がなんか必要。なんだこの辺のものは。全部よくわからないぞ。えい！あー、トラ。トラだ。もうさらに下。あ、鍵。よっしゃー。で、鍵があるんだけど、これで？この扉は、お、開いた。これで、じょうろゲット。上にも別に何もおらんかったんやね。じゃ、これで、ここの鍵かな。お、よぼよぼおじいさん、どうも。はい。入手しました。お、スイッチ。何のスイッチやろ。どっかなんか鳴った？お、なんか鳴ってる。ゲットできたけど、どうするんやろ。あ、ここに設置。え、向こう側にもなんか来たよ。やぼやぼ、虎じゃないでしょうね。なんか顎のとこにある。はい、ゲット。で、これもちょっと育ててみる。ゲット。え、これ、あれじゃない？これ、多分さ、あれスイッチよね。虎は虎でいるんじゃない？いらないの？あ、ダメなのか。あれ？違うのか。え、そしてこれにもお水あげて、ゲット。あ、丸太もゲットできる。なるほど。丸太もゲットして、丸太を持たせる。丸太を持たせた状態で扉を開ける。で、ゲット。あ、これで。え？これでこの中に置くんかな？こう、置けんやん。え、置けんやん。ちょっと待って。え、どういうこと？え？え？あ、こっちとなんか、なるほど、連動してるってことか。ここに、あ、置けん、あ、置けた。で、これなんか顎になんかあるやつ。で、奥にこの子。開いた！開いたよ！やったー！一人だけスタッフさん出ていったけど。え？ VR？ VR の世界なの？なんか一人だけベレー帽かぶってるけど。なんだなんだ。まだ終わってないの？もしかしてこれ。
そのスイッチ押して大丈夫？なんか危険っぽくない？何もない、他には何もないね。じゃあ押すしかない。はい、おー外の世界。何、みんなでなんか一斉に閉じ込められて VR の世界、バーチャルの世界の中に入れられとったってこと？なんかそんな恐ろしい施設があるのね。フィン、かっこいい。お、じっくり遊びたい人やおすすめなめこの巣、カジュアルに遊びたい人やおすすめなめこ栽培キットザワールド。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかヒントがないとわからんところがめっちゃいっぱいあった。ただ、絵が緩いけんめっちゃいい、かわいい。